皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。じゃあモンストさん、モンストさん、モンストさん、いやーもうさ、なんかなんて言うんだろう、リコちゃんはね、もう提案したい一つの案を。そう、一部のキャラクターでもいいから、まあ動くようにしてほしいですよね。もう一部とは言わない、もん全部全部やりましょう。モンスターストライク2作りましょう、うん、いやモンスターストライクバージョン2作りましょう。どうですかこの案は。莫大な費用がかかるかもしれませんが、多分その費用を回収できるぐらいの何かになると思うんですよね。俺はね思ったのよ、うん、毎月同じクエストをやること、たまにちょっと難しい氷が来ることぐらいじゃないですか今やることって言ったらなんかもっとこう目に訴えかけるようなアプローチが欲しいですよね。どうですかこの案は、皆さんどう思いますか、うん、まあ今の時期がそもそも大きなイベントもドラえもんやってますけど大きなイベントの時期ではないので、まあ盛り上がりに欠けてしまうのはしょうがないとして、まあできる限り一年中お祭りでいたいじゃないですかって考えた時に、やっぱり、うん、見た目の改革って必要かなって思うよね。というわけで今日はなんと、獣神カロンね、来てますんで、これ私の一押しのガチャガチャでございます。ちなみに私昨日も説明したんですけども、最近ね黒い砂漠ってゲームをバチコリやってるんですが、ちょっと待ってね、ドラえもん、ドラえもんとかリプとか結構来るんですよね。ドラえもんやってないですよねみたいな、やってるんですかみたいな、やってるわこれもう終わったわこれもう1日で終わったわこんなの、あとは静香ちゃんとかやるだけだよ、うん、こんなものね1分台で周回できるんですよ私は。モーセ艦隊だから、モーセ運極なんだよ、モーセ運極、モーセモーセモーセであれば、まあ早ければ1分台サクッとくれるでしょう。もう1日で終わらせましたね。そんなわけで引いていきましょう早速ね。チェケラッチョ音聞いちゃうもんね。獣神カロンはマジで俺ほんと一押ししてて、まず即戦力になるってことと、あとはまあそうだね、まあ当たりやすいです、非常に当たりやすいです。だからこの100連で何体出るか皆さんに見ていただきたい。さあいきます。いきなりいいよ、確定でも獣神カロンっぽいとこ出しちゃおうよ。うん、これ獣神カロンじゃないよこれ、超獣神カロンだよ。うん、これは本当にね引くべきガチャだと思う。見てなみんな、ほらまずウンディーネ獣神化出ました。はい、ありがとうございます。いやー、そしてショコラ獣神化、いきなり2体出ましたよ皆さん。持ってますかウンディーネ、特に強いですよこれ。もうアバロンなんてもう目つぶってても勝てますからね、いて目つぶってても勝てますからね、このキャラクターがいれば。それがウンディーネで、こちらに関してはうん、さあ次行きましょう。20連ね、20連目ね。セイラだ。おーら、うわやば、このガチャやば、うわ空風林獣神化と、これなんだっけ、うん、そんな感じですね。30連目いっちゃいましょうか。いやーもうおいちー、最高のガチャですね。うん、最近モンスト始めたんですけど何のガチャ引けばいいですかって質問もちょこちょこ前からあったじゃないの。満を持して胸を張って正々堂々と言わせていただきます、獣神カロンです。出ますよ出ますよ、すっげーの出すからな。出てっからもう4体とか5体で出るから、
特に気にする必要がなし。運命の赤い糸で結ばれし女性よ、私と出会いに来るがよし。いなかったよ。いやいや、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだまくれる、まだまくれる。この戦い来た、はい来た。もうなんなんもう、なんなんもう。昇竜拳来たかな。これはてか今日はね、お茶がないんだよ。この場所にお茶がないということは休憩できないんですよ、私気持ち的に。そんなことがあっていいのかね。サタン、サタンはもうみんな欲しいでしょ、これ。あれこれね、サタン。いやーもう最高のキャラクター出ちゃったね。届けるぜ、地獄を支配した極上の大人。いやいいっすね。しかも欲しいも溜まってるし、なんか安全なあれだね、今回ガチャだね。なんだっけ、シェヘラザードだっけこれ。あ、ニーベルンゲンだ。色が似てて分かんねえ。そう、ニーベルンゲン。たかな、ありがとな。アテナ、いや素晴らしい。アテナ重心化でございます。これも、結構覇者のところでも使えたりするんでね。アシュラでも強いですよ。あと30年。どうしようこれ、あと20連弾よ。ファイヤー、なんさあ来い。ドゥカティ、もうあと10連しかないからな、言っとくけどなあ、あと10連しかないからな、これで終わりだからな。何体出たんだ最後に。かっこいいとこ見せちゃってよ、重心祭じゃなくて重心カロン。頼むぜ、ストライクショット、かっこいいとこ見せてくれ、頼む。俺は期待してる、誰よりも期待してる、このガチャに。頼むぞマジで、ほんまやで。もう6回引くか、星玉までは行っちゃおう。せめてここら辺はまあシングルだから、シングルを舐めてるわけじゃないよ、尺的にね。長すぎちゃダメだから、なるべく急いでいく。はいはいはい。はいはい、この豚かわいいよな。なんだよこの目は、ゴマじゃねえか目が。昔はさ、シングルでも確定数あったじゃない、銀が 出た時にパカッてやってさ、あれよかったよな。ああいうのやっぱシングルの欲しいよね。復活しないかも、なんか シングルのみのやつ、誰かちょっと教えてよ、シングルで、確定演出があるかもないのか。うわー出たウサギ。
そう、やっぱさ、みんながみんな10連弾けるわけじゃないからさ、やっぱシングルだけの人もいるし、シングルを弾く楽しみって言ったらシングルにしかない確定があるっていうのはその楽しみだ、一つの。どうでしょう、これも提案です。うん、シングラーの皆さんに一雫の夢を、宇宙がこぼした一つの涙、銀河流星、ただいま現在、これで星のマンション。ちょっと待って、おい、さあ来た、これよ、みんなが待ってたのは。いや俺が待ってたんだ、みんなは待ってねえや。いきます、アーサー、これか。